ねえか。やるのはこの上層壁元しかだ。田舎者は引っ込んだな。おめえこそ西に帰るんだな。話し合いで仲良く解決とはいかねえな。徳川の坊ちゃんよ、鬼の力見せてやるぜ。信玄公に挑むのはこのわしだ。大口は俺を倒してからほざきやがれ。わかってるな。おめえらにできることなど何一つねえ。おった、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 戦った。徳川の宝か。奪ってる暇はねえな。戦つ殿に進む。小牧の覇者は徳川よ。戦つ殿は押しも押されもしないんだぜ。甘いねえ。戦力天下人となる。邪魔はさせん。だったら電気に残してみろ。天下への道は鬼にねじ伏せられたってな。やろうぞ。腹に力入れてけよ。腹筋は6つに割れてるぜ兄貴。うちの野郎どもなら甲斐まで一こぎよ。陸での足なら三河武士にはかなわんぞ。これぞ天下一の軍の力よ。弱すぎるぜ。俺が強すぎるのか。ぶっ放せ。他の連中にだけは絶対負けらんねえ。
陸で動けると思うなよ。忠勝、蘇るのだ。よし、敵を殲滅せよ。海賊の流儀って、まさかのまさかだった。しかも強くなってる。甘いね。甘すぎて虫歯が出てるわ。忠勝様、爽快感あふれてるぜ。そしたら矮小なる子羊へとだ。やるわ。甘いね。徳川が生きられないけどぜ。いいもん見ただろ。嘘だろ、ね、ロボ。言っただろ、怖すぎるとな。いいもん見ただろ。精鋭部隊出ろ。この思い、ここで終わらせる気はねえ。それがし徳川家康、この世に平和を作る。敵をも耐えるとは、死刑に比べるなんて言ってことに。さあ、あんた自身がかかってこいや。いいもんさ、技に勢いがねえぜ。人質の身じゃ鍛えられねえだろ。やるじゃねえか。おめえもな。なあ、他は一つ手を組まねえか。目的は同じ。このまま削り合うよりはマシだろ。よし、おめえを信用しよう。おいおい、どこまで坊ちゃんなんだよ。そんなに簡単に敵を信じて大丈夫か。信用できるかどうかはおめえの部下を見ればわかる。おめえは人を裏切らねえ男だ。でのわしらと思うなよ。2倍の荒波耐えてみろや。よくぞ言った三河の。あらば高げを忘れ。何か報告、報告。我が軍の兵糧が一箇所に集められております。徳川と長宗我が手を組もうとは。なんとも元気な連中よ。押されているというのか。なあ家康、あんたはなぜ。簡単なことだ。戦を終わらせるためよ。討ち取った。
逃げたい者は逃げるがよい。今日はやけに食いが立つな。戦で苦しむ民なんて少ない方がいい。わしが天下人となって世を変えてやる。言うことだけはできが悪くはねえな。人は城、人は石垣じゃ。貴様の思うようにはさせん。絶走真田幸村剣山、お二方の役ここで止めてみせようぞ。武田の若武者よ来い。待てよ。エアセン、だから突っ込むな。止めるな。わしがやらねばならん。最後まで生き抜くのが頭の仕事だ。こんなところでくたばっちゃ話になんねえぜ。その通りだ。すまねえ、おにぎり。親方様、この雪が幸せでございました。パレス様だ。日本一をつまらよ。わしが全てを終わらせる。笑いたければ笑え。人形勢を正しく読むよ。出ないと迷うぜ。我の上で星を見失ったのか。刺激のねえ戦だな。家臣のためにも天下を取る。わしの帰りを待っていてくれた恩返しだ。俺と似たようなもんじゃねえか。弱すぎるぜ。俺が強すぎんのか。兄貴、ここはいい晒しですね。争いなき世のため、わしは戦おう。食われたくねえんなら逃げたってもいい。いかん。おお、これは奪われた兵糧。傷を癒し反撃を開始いたしましょうぞ。兵糧あれば俺たち負けねえ。武田をぶっ潰せ。血の気の多い連中だな。他の人間もなかなかじゃねえかい。お主らもこの戦負ける気がせんぞ。兄貴、今日の戦は楽しいですね。ここまで付き合ってもらったこと感謝するぞ。おいおい、寝言は終わってから言えよ。俺のことを忘れてもらっちゃ困るじゃねえか。戻っちか。アンタは石、俺の上陸は半石だ。二つの仲間を超えてみせるぜ。あの世への渡し船は俺たちが出してやろうか。愛が粉塵。同盟を求めたか。将として伸びたな、三河の。戻しか。足の後ろを任せたぞ。あんたの後ろなんざ知らねえな。横にだったら好きに並びやがれ。戦は王はなし。人は必ず死ぬものよ。よっしゃ、やった、我らの勝利よ。楽しかったぜ、イエス。ああ。あんたが天下を目指すなら、
いつかどこかの戦場で会うかもしれねえな。その時はいくらおめえでも手加減しねえぞ。わしは東から、おめえは西から、どっちが先に天下を握るか競争だ。じゃあな。私は来るところまで来た。それだけだ。長宗我部元近よ。魔軍大将徳川家康、ここに宣戦する。聞く道はなし、進むしかねえ。やるぞ。覚悟を決めるぜ。丘を沈めろ。海賊の流儀ってやつ教えてやるぜ。恐れるな。まずは我らが圧倒的に来よう。久しぶりだな、家康。あの時語った夢が実現寸前ってわけかい。わしも幼く悪くはない。俺向きじゃ海の戦には苦労しただろう。待った。お前に習っておくべきだった。海賊の流儀ってやつ教えてやるぜ。皆の者、恐れるな。奴も人の小僧。追撃を開始する。まだ負けが決まったわけじゃねえ。
私の太郎は良い太郎。なさえきれねえお供を連れて鬼を退治にやってきた。元近、わしは天下を取るにゃまだ早い。
西の海を束ねるは長宗我部元親殿とお見受けいたす。それがし徳川家康、お相手つかまつる。あんたの相手を引き受けるぜ。悔いのねえよ。全力で泳いできな。あの時の約束通り、わしは全てをかける。海ヶ島に鬼たこの野郎、その鬼たち受けて立つ。あれからどのなりにも好みが増えたよ。変化を打たれるには収まりがつかねえよ。忘れちゃいねえぜ、あんたと共にどこまでもかけたあの日々を。この意地のり、アンドにとっちゃ長かったかい。そんなことは今はねえし、おめで手を組んだことね。乾杯だ、元近。わしの夢もここまでか。これ以上進むのであらば拙者の骸を踏み砕いてから行け。家康様は幼き頃の不遇にもくじけず、我らに平和という夢をくださった。家康様は我らの希望、誰であろうとこれ以上家康様から何一つ奪わせはせぬ。ごめんな。あんたの夢はこんなところで終わりやしねえ。この先も葵の門とこいつらの命を背負って未来へと続くんだ。もっと近い、おめえ天下を取ったのはあんただ家康。やっぱ俺は海のが性に合ってるぜ。他は窮屈でいけねえや。